緊急事態発生。なんか始まった。味方の艦隊が攻撃されています。とにかく大変なんだな。マリサ司令官がないうちに最悪の絡まれ方してた。敵艦を全て撃破する必要があります。どうすればいいんだよ。まずは前線に急行。わかったぜ。機関は体力が高いので盾になれます。そして時間を稼いでる間に高火力兵器のクラスターを使用して敵を一網打尽。敵は波状攻撃をしてくるので注意。確実に私より適任の司令官がいるんですが、私は司令官になれないんです。定時に上がりたいので。司令官やれ。クラスター回復、これを敵に打ち込んでやれ。急に上からになったな。あの敵の密集地に打ち込むといい感じ。こんな感じか。そうそう、合ってる合ってる。その後すぐ敵の援軍が来たので今撃った方が良かったです。このアドバイザーを粛清しろ。ところが残念、この戦艦には搭乗員が私しかいないんです。内部省しかが進んでるんだな。考察が特殊。敵は崩壊寸前なので前に前進。頭の悪いセリフ。敵を一網打尽にしろ。え？今爆発したのうちの船じゃないの？敗北責任は司令官にあります。ふざけんな。ということで、どういうことで、キャメルゲームズ社様の提供でインフィニティ・ガラクシーをやっていきます。どういうゲームなんだ？簡単に言うと宇宙戦略シューティングゲームです。このゲームの面白さはここを見ればわかるはず。この真ん中にあるのが私の宇宙基地です。戦艦が移動してるな。味方の連盟の船ですね。つまりは他の基地と戦うマルチプレイってことか。マップはこんな感じ。惑星とか資源地帯とか捨てられた船とか、マリサの大好きな宇宙海賊もいます。一つのエリアの中央には恒星があります。さっきから見てたけどゲームのグラフィックめっちゃ綺麗だな。戦略ゲームの中だとトップクラスに作り込まれてるよ。そしてこれを見てほしい。実はこの恒星、大きな宇宙の一つのフィールドに過ぎないんです。周りにたくさんある恒星系にもたくさんのプレイヤーがいるってことか。そういうこと。もちろん恒星間の移動もできるよ。そしてその恒星の支配権をオンラインで作られた同盟組織、連盟が奪い合ってるんです。見えているのは支配者の連盟の名前か。凄まじい規模の宇宙戦争だな。最大限遠くからマップを見るとこんな感じ。膨大なマップはロマンがあるな。このマップの広さには驚きすぎてハゲになったよね。人体に被害が出るほど驚くことある。すでに各地域の恒星系をめぐって戦争が続発してるけど、今月リリースされたばかりのゲームだから、この戦況がどう展開していくかはわからないね。ゲームシステムもざっくり解説していくよ。さっきも説明した通り、宇宙規模で戦艦をぶつけて戦うゲームなので、自分の強い艦隊は生き残るために必須です。激しい競争があるからな。宇宙を制覇するのは戦艦だって山本五十六も言ってたからね。言ってないよ。まずは機関を管理する場所。これは艦隊を率いる司令部の役割を果たすんだけど、発展のさせ方次第で複数持つことが可能。それぞれの用途に合わせた艦隊を作れるよ。右下にあるのはなんだ？これは軍艦の武装だね。軍艦の武装もプレイヤーが自由に組み替えられて、レーザーやキャノン、ロケット、小型核ミサイルなんてのもあります。自由度が高いんだな。こんな感じでいつでも取り付け可能。艦装センターで軍艦の装備を作れるよ。私は核融合ミサイルを手に入れるため日々研究中。何のために欲しいんだ？綺麗な花火を見たいからさ。この兵器は惑星が一つ消える威力あるんですが、中性飛行船とかもあるので大丈夫です。やばいものを並べてごまかすな。他にも防御装備とかも作れて、戦術の幅が広がるよ。次に指揮センター。ここではこの宇宙基地の開発ができるよ。資源と時間を使って改築することで、より多くの艦隊が持てるようになったり、他の仲間に援軍が出せるようになったりするよ。この基地自体の強さは軍艦の生産にも影響するから、どのようにここを発展させるかが肝になりそうだな。次が研究センター。ここもめっちゃ大事な場所で、生産できる戦艦や資源の採掘速度など、宇宙基地をサポートする要素の効率化が行えます。ここを研究していけば強い戦艦や駆逐艦も揃えられるわけだな。ここを最後まで研究すれば自動を掃除ロボットが作れるようになるよ。最終到達点が現実世界で達成済み。ここは基地の搭乗員を募集するところ。ここだけの話なんですが、ここにいる人たちは地球から誘拐してきているらしいです。都市伝説をここで作るな。搭乗員を配属させることで基地全体の能力のアップが可能。ちなみに人員はガチャから入手できます。試しに5連続で引いてみましょう。運が悪いお前が引いても大丈夫なのか。私山羊座だから。星座占いは変動するからね。黙ってみてなさいって。うまい棒の当たりを3本連続で当てましたから私。うまい棒の当たりってなんだよ。明太子味。お前のさじ加減だろ。さあさあ、ついに結果が出ますよ。爆死しました。最後に船舶建造のプラットフォーム。ここでは機関に従う軍艦を整備できるよ。機関が指揮官で軍艦が兵士ということか。そういうことだね。だから軍艦は直接的な攻撃力になるから、常に生産するのが良さそう。ちなみに軍艦の種類もめちゃくちゃ豊富だから、用途に合わせた生産も可能だよ。これで他の基地の資源を略奪しよう。発想が宇宙海賊。他にも施設はあるけど大体はこんな感じです。最後に連盟について解説。これはゲーム内のギルドだと思ってもらってよいよ。100人近くが参加するギルドでは技術の発展や協力ができて、これで宇宙戦争を乗り越えていく感じですね。自陣営ってことだな。そういうことだね。ということで基地内の解説はおしまい。次は戦闘についても紹介していこうと思うよ。まずはこれがミッション画面。ここにはいろいろな目標が掲げられていて、達成すると多数の物資などのアイテムがもらえるよ。発展するたびに何かもらえるって感じか。もう一つのデイリーミッションでは日替わりのクエストが並んでるので、毎日クリアしていくことでどんどん艦隊を強化できるね。で、肝心の宇宙では資源を採掘したり、略奪者と戦闘したりできるよ。戦闘のエフェクトが綺麗でほんと好き。わかる。宇宙での艦隊の行動でどんどんレベル上げができるんだけど、その中でも戦
戦術訓練基地がおすすめ。ここに自分たちの軍艦を派遣して、戦闘に勝利するとたくさんの強化素材がもらえるよ。強化できる大きなチャンスなんだな。どういうこと？ただ1日2回までっていう制限があるから、こっちも毎日コツコツ進めるのが良いと思うよ。ちなみにやることが多すぎて何をやれば良いのかわからないっていうマリサ向けに何も言ってないんですが、嘘でしょ？じゃあいつもの現状か。いつものっていう表現に恐怖を感じる。迷った人のために、それぞれのやるべきことが分化されたリストがあるよ。とりあえずはこのリストに合わせて進めれば OK。チャプターごとに分かれてるんだな。個人的にはチャプター分けされたこの目標システムが非常に楽しくて、サクサク進むしストーリーも同時に進行するから達成感があるよ。ストーリーモードがあるのか、シングルプレイとしても楽しそうだな。早速一つやってみよう。ということでイベント欄からメインストーリーをスタート。簡単に話をまとめると、この宇宙の支配を目論む帝国軍が利用するサイボーグ兵士の無力化方法を探ってるみたい。話はテキスト形式で進むんだな。そうだね。会話は日本語訳されてるので基本的問題なく読めるよ。話に続いて、サイボーグの倒し方を知る博士の研究施設に調査隊を派遣しました。行動や作戦はプレイヤーがやるから一体感があるな。ただ読むんじゃなくてしっかり参加する感じはめちゃくちゃ好きだよ。でもサイボーグとの戦闘ってマリサは心が痛むんじゃない？私をサイボーグだと思ってんの？どこから出てきた勘違いなのか原因を究明しろ。ということで到着して研究者と会話するよ。名前が辛辣すぎることが気になるけどこの人曰く、サイボーグ兵の司令部があってそこを破壊すれば戦闘能力を失うとのこと。ということでその司令部をボコボコにします。戦闘だけが霊夢の得意分野だからな。それだけあれば現代社会生きていけるし。戦闘能力が役に立つのは社会が崩壊した時だからね。ということで味方艦隊と敵が接敵、全面的な戦闘が始まりました。それにしても忘れがちだけどグラフィックが綺麗。遠くから見た戦闘モーションもそうだが、UI の未来チックな感じもいいよな。画質は特にこだわって構成したらしいので、そこもゲームの見どころだね。そして敵艦隊を殲滅し私の艦隊は帰宅。これにてサイボーグ問題は片付きイベントクリア。さっくり終わってスムーズだな。ストーリーイベントは報酬がたくさんもらえるからその点も美味しい。メインストーリーを楽しむのも醍醐味だと思うよ。最後に戦役モードを遊んで終わるよ。これはシングルプレイの要素で、実際に艦隊を使って敵部隊を倒していくよ。最初にプレイしていたやつか。マリサがボコボコにされてたやつで。あとでゲームの家の鍵穴に接着剤入れておくわ。ということで戦闘スタート。まずは機関のアビリティであるクラスターで敵を一掃するよ。それぞれの機関に特殊兵器がある感じだな。そうだね。こんな感じに一気に敵を排除するものや、排除できてませんよ。威嚇射撃で撃たれてるのに威嚇射撃するなぞ。一部分を完全に破壊するものなど、船ごとに特殊兵器は様々だよ。機関はこんな感じに移動できるから、味方の軍艦の位置を見ながら調整していきたいね。そして敵が密集してきたところで今度こそクラスター。どうだ？ターマヤー、一気に相手艦を削ったな。次のウェーブで敵は最後だから、このまま押し切っていきたいね。機関は最初の方に設置した格好台がしっかり機能してて、細部までの作り込みを感じるよ。支援艦が呼べるようになったので呼びます。どういうシステムなんだ？これは敵艦を撃破したポイントを利用して、以前自分が開発した軍艦を援軍として呼べるシステムだよ。戦いの決め手になるからかなり重要、と言っている間に戦闘がめっちゃ激しくなってる。飛び交う弾幕も綺麗に見えるな。流れ星の元だからね。これみたいな嘘つくな。そのまま敵の機関まで押し込んだよ。集中攻撃じゃ？味方艦も撃ってくれてるな。ということで敵艦を撃破、ついに勝利することができました。戦役で勝つと経験値や素材が手に入るよ。ここで手に入れたアイテムはマルチ世界でも使えるからこっちを進めるのも大事だね。ということで今月出たばかりの新作スマホゲームを紹介しました。細部まで作り込まれてる戦略ゲームなので気になったらダウンロードしてみてください。もちろん基本無料だぜ。もし DL する際にはぜひ概要欄の URL からどうぞ。初回ログイン者限定のアイテムが手に入ります。受け取っておいて損はないから概要欄の URL をぜひ使ってくれよな。宇宙の大戦争をもみくちゃになりながら戦いましょう。それでは今日はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。